ジア最終予選日本代表戦全試合配信。さらに日本代表選手が活躍する欧州サッカー J リーグも配信。この戦いに全てをかけろ、ダゾーン。皆さんこんにちは。緑の話を聞け、番組 MC の久瀬亮介です。さあ、そして今シーズンもこの番組のご意見番といえばこの方しかいません。元サッカー日本代表、そして FC 岐阜の監督も務められました戸塚哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もう始まっちゃいましたよね。本当ですね、はい、あっという間でしたね。いや、今年こそだと思ってますけどね、うん、どんな展開になるのか楽しみです。はい、その思いを胸に始めてまいりましょう。さらに今シーズンもアシスタント MC としてトリプル G のメンバーが月替わりで登場してくれます。第1回目の担当は琴美ちゃんです。はい、トリプル G の琴美です。スタジアムも緑の話を聞けも全力で盛り上げていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トリプル G の中でもリーダー。あ、はい、今期もリーダーを務めさせていただきます。おー、すごい、もうベテランの感じしてきたもんね。なんかね、あ、本当ですか。うん、落ち着きがあるもんね。そうですね、ありがとうございます。いや、本当ですか。まあ、このようなメンバーでね、楽しくお届けしていきたいなと思います。そしてチームの方もですね、まあ、開幕しまして今シーズンのスローガンが発表されております。全員が進化というスローガンのもと FC 岐阜は戦っていくわけなので、まあ、この番組もやっぱり進化、新しく変わって、このセットも変わりましたしね。そうなんですよ、はい、メンバー増えました。すいません、ご紹介が遅れました。デカギフィもおりますんでね、スタジオね、はい、かなりの大きさ、存在感を放っていますが、まあ、本当に変わっていかなきゃいけないなと思いますね。で、今回第1回目の放送ということで、早速ですが視聴者の皆さんにプレゼントがあるんだよね。はい、第1回目のプレゼントはこちらです。お、はい、柏木選手のサイン入り新ユニフォームを抽選で1名様にお届けします。すごい、サイン入ってる。はい、こちらです。応募方法は番組の最後にお知らせしますので、最後までお見逃しなく。はい、貴重なものをね。すごいですね、本当に。今年のユニフォームですかね。はい、そうです、ね、かっこいいですよね。かっこいい。美濃和紙をね、ちょっとモチーフにしてたりね、とっても素敵なユニフォームに柏木選手のサインが入っています。琴美ちゃん、絶対に持って帰らないように気をつけてください。欲しそうだもんね。欲しい、はい、さあ、それでは早速 FC 岐阜についてお話をしていきたいと思いますが、まずは戸塚さん、昨シーズンのことはさらっといきたいんですが、はい、まあ、6位という結果はいかがでしょうか。やっぱり期待してただけにね、でスタートが良くて、はい、だんだん最後の方でね、やっぱり勝っとかなきゃいけないゲームを落として、結局最後にその昇格組に、ね、こう残れなかったっていうところがね、本当残念でしたよね。そうですね、まあ、やや不甲斐ないと言える6位という結果になりました。はい、そしてオフシーズンにはかなりの選手が今年も入れ替わりましたが、はいはい、今年はちょっと異例ですよね。いや、もうびっくりですよ、ここまでやるのかっていうぐらい、いい選手をね、集めたと思いますね。はい、この後詳しく迫っていきたいと思いますが、本当にあれ J2 昇格したっけというような、メンバーにはなっています。ではその入れ替わりなどについて詳しく見ていきたいと思いますので、琴美ちゃんお願いします。はい、まずは新監督についてまとめましたのでご覧ください。はい、まずはね、三浦俊也監督なんですが、戸塚さんは交流とかはありますか。一緒にやったこともないし、はい、年は2つ下なのかな、はいはい、でも、まあ、話したことはありますしね、昨年も、シーズンの途中で一回食事というか軽くお茶をしながら話をしましたけどね、なんか、自然体の人間ですよね。すごくそうなんですね。あんまりこう肩肘を張ってっていう感じではなくて、なるほど、だからすごくその冷静さっていうのがね、あるような感じがしましたね。なるほど、はい、お会いして話した感じだとそういう印象があると、はい、確かに、ね、昨シーズン途中で、まあ、テクニカルダイレクターですね、はい、という、ね、まあ、肩書きで、まあ、岐阜をすでに見ていたという意味では、監督、新監督としても、まあ、アドバンテージですよね。そうですね、あとはその、どこの、まあ、ウィークポイントっていうところを
まあ補強していったと思うんですけども、うん、そうですね、いやすごい補強になっちゃいましたね、はい。まあ、あの守備変調というイメージも、うん、あのね、昔のイメージですけども持っていたんですが、どんな采配を振るうのか、はい、非常に楽しみな、三浦俊也新監督です。さあ、そして選手の方もいきますか。はい、そして新加入選手についてもまとめましたのでご覧ください。いや、もう本当にこれ一人ずつ見ていったら番組終わっちゃいますね、戸塚さん。まずね、覚えられないですよ、はい、まだどうでしょう、パッと見てやっぱ目につくのは宇賀神選手だったり田中純也選手。そうですね、やっぱり彼らのその今までの経験っていうのが、うん、どんだけその若い選手にね、はい、伝わっていくかっていうのは僕は一番その見どころっていうか、うん、楽しみなところなんですよね、うん、あのやっぱり、ライバルではあるんですけれども、やっぱりいろんな経験値があるんで、はい、やっぱりそういういい選手、経験を持った選手にいろんな話をね、僕はサッカーの話を聞いてもらいたい、うんうん、それでいろんなアドバイスをね、うん、比較にあのしてくれると思うんで、うんうん、そういうところをまた見てみたいですね。そうですね、はい、あのパッと印象だけであの話を進めてしまうと、うん、ベテランが多いということは若い選手が多い J3 でこう息切れするんじゃないかっていう見方もありますが、はいはい、それは、まあ、そこもやっぱりね、うん、それは仕方ないことなんですけども、うんうん、ただ、それも経験によって、うん、サッカーってこういうふうにやるんだよと、こうやって勝つんだよっていうことを目の前で 見せてくれればね、うん、あの結果にもつながりますし、うんうんうん、またその、ベテラン組もまだ、うん、まだまだ、うん、あと2年3年できるぞというようなところもね、あの見せてほしいですね。そうですね、で、今もねバーッとメンバー見ていて、わーすごい豪華なメンバーだなと思う反面、若い選手も、まあ、例えば下のカテゴリーから上がってきた、まあ、下部組織というんですかね、はい、上がってきた選手だったりっていうのも加えて、そして、もうリーダーになるのが誰かということですけども、うん、一応キャプテン副キャプテン発表された中 で、ね、柏木選手がキャプテンを引き受けてくれたっていうのは、うんうん、はいはい、やっぱりね、うん、なんていうのかな、まあ、チームキャプテンっていうものと、はい、うんうん、本当にあのチームをなんていうんですかね、こうやってまとめていく、うん、やっぱり力って非常にこれ大事なんで、やっぱりそれを柏木選手が、うん、あの引き受けてくれたっていうのはね、うん、彼本人にもそのなんていうのかな、あの責任感っていうのは出ますしね、うんうん、非常に楽しみですよね。そうなんですよね、あのやらないですよみたいにはぐらかしてたイメージだったので、うんうん、非常にあの発表はドキッと嬉しい、衝撃がありました、はい、そして支えるのが副キャプテンとして、これもまたベテランの本田拓也選手、うん、新加入のフレイレ選手、そしてこれがやっぱりチームの融合の象徴かと思うんですが、まあ、一応今では岐阜で一番在籍が長く若い藤谷匠選手、うん、これいい人選だなって感じました。まあそうですね、うん、はい、まあ、こういったメンバーで戦っていくわけです、どういうふうにこう絡み合っていってですね、どんな試合を見せてくれるのか、楽しみと期待がいっぱいです、はい、この後ですね、早速始まったリーグを見ていきたいんですが、試合を見る前にですね、今年から新企画をここでご用意しておりまして、はい、はい、戸塚さんにはもう4日かかっていこうかなと思ってます。え何をする気はい、新企画でございます、戸塚の格言、ということで、すでに開幕戦、はい、アウェイの試合見ていらっしゃいますので、それをご覧になれた戸塚さんから格言をいただきたいと思います、うん、まあ、格言というほどではないですけども、はい、一応、ポイントですよね、はい、あの、まあ、1試合しか見てないですけど、うん、コンビネーション、うん、さあこれはどういうことなのかは、はい、見てから喋ればいいんですかね。そうですね、この言葉がどんな意味を持っているのか、うん、はい、そしてどんな開幕戦だったのか、まずはハイライトをご覧いただきましょう。
さあそれではもうじっくり腰を据えて、ね、変な感じですね。そうですね。でもかっこよくないですか。新しい、うん、素晴らしいオールアウトが加わりました。かっこいいです ね、 ね。 Feel the soul of FC 岐阜、うん、岐阜の魂感じていこうぜっていう感じですかね。本当だよね、うん、15年前私が監督やってた頃とはちょっともう雰囲気が違いますね。あの時の良さもあったんですが、うん、まあでも進化ということでね、はいはい、新しくなってきている部分かなと思いますが、さあ1試合目つまり開幕戦はアウェーでスタートしました、はい、YSCC 横浜戦、うん、まずご覧になっていかがでしたか。いやご覧になってね、はい、一番びっくりしたのはやっぱり、はい、あのメンバーですよね。本当ですね。あもう全然違うチームだなっていう、うん、もう印象ですよね、うん、いや半分ぐらいはね既存のメンバーがいるのかなとはちょっと思ってたんですけど、はい、いやもう本当スタメンを見てびっくりでした。そうですね、はい、そしてキャプテン副キャプテンの中でもフレイレ選手だけが出場ということで、うんまあ、これはチームのやっぱりなんですか競争の高さを表しているとも言えるんでしょうか。そうでしょうね。あとはやっぱり、うんまあ、年齢もね高い選手が多いんで、やっぱりキャプテンというといつもやっぱりグラウンドにいなきゃいけないイメージがあるじゃないですか、はい、でなかなかそういう全試合通してね、うん入れるっていうことが難しいから、うんうん、いろんなポジションにその、まあ、キャプテンゲームキャプテンというか引っ張っていく選手を、まあ、添えた感じがしますよね、うん、そういう意味では、うん、あの試合を見ていてもちろん現地で観戦された方はもちろんですが、うんまあ、ダゾーンで見ていてもものすごい声が聞こえてきた印象ですよね、はいはいうん、あのやっぱりね指示をやっぱり出せる選手っていうのは、うん、あの自分に自信がある、うん、あのから言えるんであって、はい、やっぱりそういう選手がやっぱり増えてこないと、うん、なかなかそのどっちが悪い、はい、何をすべきかっていうことが明確にならない、はい、今本当去年まではねそういうシーンが多かったんですよ、うん、でだん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 ゲームが入ってく難しいゲームになると、うん、お互いに指示をし合わない、うん、あのまあこんな感じっていう、はあはあいやもう本当そういうんじゃ本当はプロとしてはね、うんはい、もう通じないんで、うん、やっぱりしっかりその辺は言うところは言う、うんまあ、柏木選手なんていうのは去年もそういうことをね、はい、口にしてましたけども、うん、やっぱりそういう選手が2人3人増えれば増えるほど、うん、そのやることが明確になるので、うん、みんながなんていうのかな、うん、こう集中しやすいっていうか、うんうんうん、分かりやすいチームになっていくと思いますよ。そうですね、はい、このトータル的には今戸塚さんのお話にもありましたし、うん、僕としてもこれで J3 に、まあ、降格してから3年連続で開幕戦がスコアレスドローではあるんですけど、はいはいそうですね、ちょっと違うのかな、うん、過去2年とは、はい、ですよね。やっぱりまあ、ゲームを、ね、見てね、うんまあ、1試合ですけども、はい、特に不安がなかったのはディフェンスです、うん、あなるほど。うん、山内選手がディフェンスで出てましたから、うん、いやちょっとそれもびっくりしましたけども、はい、なんだろう危なげがない、うん、1本だけ本当にちょっと集中力が欠いて、うん、ヘディングのシュートっていうのありましたけども、はい、あれ以外はほとんどこう崩されていない、うん、でこうゲームを見ててもあそこ危ないぞ、うんうん、っていうところがない、うん、隙がないというかね。こう前からこう選手が、ね、守備に行ってその連動しているというその連動性は感じましたが、うん、ここで先ほど のコンビネーションというところ、戸塚の格言、さあこれはどういうことですか。そうなんですよね。これがつまり今シーズン FC 岐阜の絵の戸塚のアドバイスが気になると思うんですが、ディフェンスではないんですコンビネーションって。守備ではない、これは攻撃の方です。なるほど。攻撃の方 の、うん、そのコンビネーションっていうのは、はい、やっぱりその合う合わない、なんていうんですかね、いつも僕のことを見てくれてるっていうような感じ方をするようになっていかないと、うん、いいその瞬間をこうお互いに逃す、はい、ボールを供給する側ももらう側も息があった時に、うん、このコンビネーションっていうのが生まれるんで、うんうん、これはまあスタートしてまだトレーニングをして、まあ、2ヶ月経ってないですよね、はいうん、これではね多分なかなかまだ出てこれないんです。なるほど。これはもっともっとやり続けないと、うん、前の選手っていうのはあうんの呼吸っていうのはね、うん、出てこないです。ディフェンスっていうのはある意味決め事を作って、
前に、例えばプレッシャーをかけたら、はい、後ろ必ずその反応していくと、うん、こういう約束事は大人だからプロだからできます、うん、これ、はい、ただ攻めに関しては決め事じゃゴールは生まれないです。YSCC 横浜戦でも前半に一度こうそれぞれが感じ合って連動したシーンがありましたが、うん、右サイドでね、はい、1個ありましたよね。ああいうのが増えてくる、ああいうのがいっぱい出てこないからです。そうすればもっともっと、うん、シュートチャンス、はい、あるいはその決定的なチャンスを演出をできると思うんですよ、うんうん、なるほど。じゃあそこにはやっぱりね、はい、時間かかります。なるほどね、うん、しかし今戸塚さんの話聞いて楽しみが余計増えましたし、まあ、34試合と試合数も増えましたので、はい、その中でいち早く FC 岐阜が連動を高めていければ目指すべき優勝というところもたどり着けるのではないかなと思います。それではここで一旦 CM です。アジア最終予選日本代表戦全試合配信。さらに日本代表選手が活躍する欧州サッカー J リーグも配信。この戦いに全てをかけろ、ダゾーン。さあここからはトリプル G のコーナーです。はい、今年もやりますよ。私たちの冠コーナートリプル G の全力応援ブースいいね、気合入ってますね、はいはい、第1回目の放送はなんと私たちトリプル G を紹介します。それでは VTR スタート。こんばんは、トリプル G です。皆さんご存知のトリプル G、 実は音楽事業を中心にさまざまなエンターテインメントシーンでその名を知られる ABEX と FC 岐阜がスペシャルコラボして生まれた FC 岐阜パフォーマンスチームなんです。かっこいい、かわいいをコンセプトに岐阜を盛り上げるため精力的に活動しています。私たちトリプル G は FC 岐阜がシーズンに入るとホーム戦でのパフォーマンスを中心に地域の方との交流やファンイベントなど FC 岐阜の PR 活動を行っています。今日は私たちトリプル G 第5期メンバーの自己紹介をさせてもらいます。ということでまずは私から、トリプル G のララです。好きなことはおしゃれをすることと喫茶店巡りをすることです。今年でトリプル G としての活動は3年目になるので、今までよりもっとレベルアップした私を見せられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G の若菜です。寝ることと食べることと踊ることが大好きです。今シーズンも全力応援で頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ダンス大好き、アニメ鑑賞大好き、食べること大好きなアイラです。皆さん今年も一緒に FC 岐阜を盛り上げましょう。おー、バイバイ。皆さんこんにちは、トリプル G の七尾です。私は雰囲気のあるダンスとメイクが得意です。皆さんと一緒に FC 岐阜を盛り上げられることをとても楽しみにしています。頑張りましょう。皆さんこんにちは、トリプル G の七尾です。私のチャームポイントは笑顔とポニーテールです。3年目も全力応援で頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G のココナです。私は喋ることが大好きなので皆さんとたくさんお話ししたいなと思っています。一緒に FC 岐阜を盛り上げていきましょう。皆さんこんにちは、カメ、トリプル G のことみです。私はダンスと絵を描くこととファッションがとても大好きです。今シーズンも FC 岐阜を熱く盛り上げていきますので皆さん応援よろしくお願いします。バイバイ。皆さんこんにちは、トリプル G のセイナです。私はアニメ鑑賞とお笑いが好きなので皆さんとたくさんお話できたらいいなと思っています。一緒に FC 岐阜を盛り上げていきましょう。バイバイ。皆さんこんにちは、トリプル G のさやかです。メンバーの中で一番背が低いですが皆さん私のこと見つけてくださいね。4シーズン目も全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それではここで久世さんと戸塚さんに問題です。
この中で新メンバーは何人いるでしょうか。もし外れたら今年こそメンバー全員にタンメントツカおごってくださいね。いやいや、これ別に僕知ってるんで、トツカさんに譲りますよ。え、俺全然わかんない。みんな同じ2名だ。それでは正解の発表です。新メンバーは前に出てください。ココナです。セイナです。ナナオです。以上3人でした。今シーズンも10名みんなで FC 岐阜を可愛くかっこよく熱く盛り上げていけるように頑張ります。昨年以上に皆さんに笑顔をお届けできるよう全員で進化してきますので、応援よろしくお願いします。そして皆さんで一緒に FC 岐阜を応援しましょう。頑張れ FC 岐阜。今シーズンも VTR の中からクイズをバンバン出していきますので、ぼーっとして見ていたらダメですよ。はい、申し訳ございませんでした。はい、私もぼーっとしておりましたが、ただ戸塚さんがクイズでね、はい、正直な方だなと思って。いやね、でも本当に、ね、なんていうのかな、本当に同じように見えちゃうし、で覚えようと思うんだけども、はい、覚えられない。追いつかないんですよね。うん、ただ今年も言われてましたよ、戸塚さん。はい、ラーメン食べたいっつって。はい、来てください。いや、本当に、ね、焼き鳥もありますからね。はい、はい、私たちも FC ギフとともに全員が進化してさらに FC ギフを盛り上げていく一年にしたいと思っています。よろしくお願いします。うん、頑張ろうね一緒にね。頑張ります。よろしくお願いします。はい、そして、うん、今年はさらに私たちからの知らずも兼ねての新コーナー、うん、トリプル G の1枚、うん、ちょっと待って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 、え、ちょっと待って、それ僕やってたやつ。そうなんです。ちょっと今年からそのコーナーを私たちにバトンタッチということでいただきまして、センスがなかったんだね。ちょっとちょっと、一枚にそれは認めますけど、バトンタッチって渡す人がいないと。そうだよね。僕インターセプトされただけですよねこれ。あ、そうですか、そうですか。そうなんです、はい、はい。私たちが普段行っている活動などをメンバー自身が写真に収めて紹介するコーナーです。そっちのはいいもん、写真的には。戸塚さん、急に遠くに行っちゃいましたけどもね。はい、そうか。まあでも楽しみですね。うん、はい、ぜひ楽しんでいただければ。はい、わかりました。はい、第1回目の写真はもちろん私が撮影してきました。はいはい、写真がこちらです。おお、はい、かっこいい。うん、はい、こちら先ほどのリハーサルの時の写真なんですけども、今年メンバーがですね、うん、結構向上心に燃えてるメンバーですとか、あとメンバー思いな子たちが多くてですね、うん、すごい開幕に向けてすごい気合が入っているので、うん、まあ、1回目ということでちょっと今回ひなちゃんが事情でお休みなんですけど、うん、全員の写真をちょっとリハーサル中の選ばせてもらいました。まあ、確かに戸塚さん言うように、まあ、僕もこっち見たいですね、やっぱり。うん、そこっちの方がいいかね。でもなんか普段見られないスタジアム以外の姿っていうのも見られるっていうことだじゃん。うん、はい、そうですね。そうですね。はい、これからも私たちの活動やメンバーの裏側なんかをこのコーナーで紹介していきますので、うん、楽しみにしていてください。はい、わかりました。さあ、そしてこちらも新コーナーです。まずは VTR をご覧ください。緑の話を聞けをご覧の皆さん、 FC ギフの柏木陽介です。基本的には陽介と呼ばれています。そうですね、まあ、ご飯食うこととかはめちゃくちゃ好きですけど、まあ本当にでも、もうやりたくてやりたくてうずうずしてるのは麻雀です。はい、いや基本みんな仲いいですけど、今年は特に同い年が多いので同い年の選手とすごい仲良くしてます。まあ、別に特にすることないですけど、まあ、ランチ行ったりとかっていうぐらいの感じですけど、まあ、みんなで、チームを良くしていこうっていう話はよくしてます。まあ、今年昇格するために全力尽くしたいと思うので、一緒に戦ってほしいと思いますし、常に同じ方向を向いて一緒に戦っていきましょう。今年も応援よろしくお願いします。いや、こういうの嬉しいですね。うん、なんか、うん、なんていうんですか、
見れない部分をちょっと見たい感じ、はい、そうですね、麻雀がやってあげたいけどね、そうそう、あ強そうですね、戸塚さんも。僕はあの現役時代よくやってましたよ、あの代表 の、はい、あの合宿とかだと、うん、やることないんで、はい、みんなでやってました。いや恐ろしい、日本代表麻雀ですごいですね、考えてみたらね、一度見てみたい気もしますが、まあ、本当より応援番組らしくこうやってね、うん、ここだけの話を聞ければ、まあ、FC 岐阜の選手の本当にもっと身近になってもらえるようなコメントが聞けると思いますので、うん、ぜひね皆さんも楽しんでください。であとは質問とかも大募集ですので、ぜひぜひ皆さんサッカー以外のことも含めてね、やってほしいですね。はい、はい、あの選手は休日は何をしているの、うんうん、とか、この選手の大好物は何などサッカー以外の質問でも構いません、はい、どしどしご応募ください、はい、もう完全に今琴美ちゃんの質問でしたけども聞きたいですよね確かにね、はい、ではここで番組からプレゼントのお知らせです。まずは冒頭にお伝えしましたプレゼントのお知らせです。柏木選手のサイン入り新ユニフォームを1名様にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで、締め切りは3月31日となっております。番組へのご意見なども添えてご応募ください。そして FC 岐阜の最新情報については FC 岐阜オフィシャルサイトでご確認いただけます。チェックしてくださいね。また緑の話を聞けはインターネットでもご視聴いただけます。ウェブ動画では試合映像を使用していませんが、それ以外はそのまま見ることができますよ。さあいよいよスタートした今シーズン FC 岐阜の旅路なんですが、はいはい、やはり目標は優勝、もちろん、J2 復帰昇格、うん、ということになりますが、はい、戸塚さん目標をどのあたりに設定しましょうか。僕は、はい、あの負け試合をとにかく減らしてもらいたい、うん、そうすれば本当安定したあのチーム力をこう出せると思うんで、うん、はい、まあ4敗か5敗まで負けはね、はい、あとは、まあ、もちろん引き分けがあっても仕方ないんですけど、うん、はい、それぐらいだと、うん、チャンピオンになれて J2、うん、そうですね、うん、まあそうですね、 4、5敗引いてもまだ30試合あるわけですから、はいはい、そこで何勝できるかというところ、うん、みんなで一緒に後押ししたいなと思います。はい、今年も皆さんからのお便りもたくさん紹介したいと思います。たくさん送ってくださいね。はい、待ってます。それでは緑の魂をあなたに、緑の話を聞け。